はい、お久しぶりです。ジュネーブに帰ってきました、今日はですね、ジュネーブのクリスマスマーケットで締め散歩をお届けしたいと思います。いいですか、締めジコン。もうなんか興味津々やね。いろんな匂いするね。締め散歩じゃなくて締めサンタやな、これ湖岸のですね、このクリスマスマーケットを散歩しつつ、なんか美味しいものでも食べれたらいいですね。というわけで行ってみましょう。みんなも楽しんでね。レッツゴー。なんか早速写真っぽいの見つけたの。ああ、ちょうど後ろに噴水も見えるし。ねえ、今日はすごい晴れてて。ハロー。来たの。おお、行こうか。なんか怖いけど。ははは、黄昏てるやん。いやー、風がすごいね。鳥が大好き、しみじくんです。あんた怖ないの、それ。頭突っ込んでるけど。はい、というわけでちょっとどんどん歩いていきましょう。これはショコラショー、チョコレート屋さん。これは何ですか、ヌガー、メープルシロップ。これはなんかチェコにこういうの売ってたの昔。なんかいっぱいいい匂いするね。あ、これはアイちゃんの好きな栗マロン、モンブランに入れる栗のクリームがある。あ、そう、こういうの欲しいよね。ほんまや。相変わらずわちゃわちゃしてるな。ゆっくり歩いてや。これは何や、載せられてるけど。まだ写真タイム。写真タイム。見て、かわいいよ台車これ。はい、撮影タイム始まりました。この子ね、あのカメラが嫌いで、カメラ向けるとすぐね顔を背けるんですけど、だから、ね、僕のインスタね、いつも横側だらけなんですよ。いやー、結構大きいね、今回のクリスマスマーケット。すごい奥まで。あれ乗って撮ってたらいいな。どれ。あ、ほんまや、これ写真撮りたいね、これ。わあ、これ夜来たら結構楽しいかも。しめちゃん、もう大人気やね、みんな。しめちゃんのこと見て、あら、かわいいって言われて、ほんまに。はい、どんどん進んでいきます。何、美味しさ。ああ、ほんまや、見てみたい。あー、食べたいな。美味しそう。何やってんの、ちょっと。メジ君、ちょっとやめて、それやめなさい。なんかファイアプレイスがあって、なんかログハウスみたいになってるの、入ってみる、ここね。あー、何や、ここや。なんか音楽って、あー、こんな感じや。なんか冬の山小屋みたいな。ボートが見えるの、前から。なんかサンタ帽かぶった人がいっぱい。雰囲気あるね。すごいかわいい。屋根の声がかわいくない。なんかプレゼントみたいなのがいっぱい飾ってあって。ワクワクするね、こういうの。なんか裏通りの方歩いてたら、なんか白鳥の集会。あ、すごいすごい。ちょっと追い回さないで、しめじくん。白鳥さん休んではんねんから。あー、すごいいっぱい来た。おらおら、めっちゃ威嚇されてるやん。おー、すいません、お邪魔しました。まあ、白鳥も冬支度してるんですかね。あ、クリスマスツリーが売ってます。これもあのヨーロッパっぽいですね。
まあ、これを買って家に飾るっていう。でね、クリスマスシーズンが終わるとこの木をね一斉にあの捨てる場所とか作られたりとかして、これ1個いくらするの ?50 フランか、日本円で言ったら7500円とか高っ。クリスマスリース売ってるヒイラギとか。ああ。ついてる、かわいい。あ、ほんまや。はい、かわいい。ヤドリギや。ね。こんにちは。シメどんどん行くで。こっちはなんか雑貨が売ってるのかな。まだまだ店がいっぱいあります。なんかカゴとアクセサリーが売ってたり、靴下屋さん、帽子があったり。おい、なんかもう全然進まへんな。なんか匂い嗅いでますけど。やっぱこの服着てると目立つな。あ、ここはなんか犬のグッズが。あ、来た来た。これやったらおしょうちゃん。いい感じ。これ可愛くない？これはなんかの柄なの？可愛くない？今試着させてもらってます、ね、こういうねお店ねちょっとあったりするとなんか買っちゃうよねって感じで。買うの？ほらやっぱり絶対買うと思った。あんた買ってもらい、これえ似合ってんで。はい、というわけでひめちゃんのおしゃれ洋服買いましたよ。買ってもらったの？これかわいいね。なんかふかふかだとか 100% ウールなの、これ。ああ、これ冬用のやつや。そう。ああ、お友達。あらら、ら、なんかねお腹空いてきたんで探してるんですけど、なんかないかな。タコスにこれホットワイン、これはギリシャのピザ。ああいう感じ、これはタコ、メキシコ。急に元気になってきたもんな、飲酒するから。しめちゃん、お腹空いたな。あ、これはスイスの伝統的なロスティ、じゃがいも料理です。どうなのロスティは？いや、ロスティ大好きよ。ソーセージもこれザ。あ、これもスイス料理です。なんか愛ちゃんはチベットの、おお、スープ。うん。で、これほら。プラスチックも使っちゃいけない決まりだから、うん、ちゃんと返却できるようになってんね。そう、あとは食べれません、これは。あー、じゃじゃーん、わら、スイス、はい、またおねだりしてるのもすでに食べれへんで、これは。あ、食べれんのか、チーズは。ちょっとあげようか、後で。いただきます。ちょっとチーズ食べる？この、うん、これ、あんた好きやろ、じゃがいもとチーズ。ちょっとこっちおいで。じゃがいも食べ、ちょっと待って、これ鼻についてるから。チーズが欲しいの？これパパが食べるの？もうあとはおしまいも。ペランチョしてんの？はい、確かに、ね、はい、というわけで腹ごしらえもねできたんで、今度は僕のねお店の近くに大きいでクリスマスターゲットが出ているんで、そっちの方に今度は移動したいと思います。思います。はしごクリスマスマン。そうだね、レッツゴー。はい、というわけでカルージュの方に移動してきました。すごい人、うん、ここはですね、もともとイタリア人街でおしゃれな店とかね、ワインバーとかいっぱいあるんですけど、しみちゃんもお着替えしました。
さっき買ったやつ。素敵でしたもう心が止まらへんね。まあどれかどんどん先進んでいこう。まあいろんな店がありますね。この通りはね、北欧車天国になってまして、ああここはねすごい有名なショコラティエで、見えるかな、あちょっと前に行ってみよう。あ、なんか有名な人がいるみたいです。ボンジュール、わかんないけど、このねお店ね、すごい有名でスイスチョコレートの老舗です。僕もね、何かお誕生日とかプレゼントによく利用させてもらってます。フィリップ・パスコイっていうお店ですね。まあ、こういったね、お店とかがこの歩行者天国にねいっぱい並んでて、古着屋さんとかお花屋さんとかね、石鹸屋さんとか、このカルジュデリア本当おすすめです。この先に行くともっとレストラン街とか、脇にねいっぱい道があって、この先に行く広場とかね、すごいおしゃれなエリアです、カルジュ。ぜひジュネーブ来た際には押さえてもらいたい街です。ちょっと今カルジュの説明してました。何かあったの？環境秘密。いや、なんか同僚と10フランぐらいまでのプレゼント交換をする予定で、そう、なんか面白いかなと思って。ナイスナイス。パンケーキミックス買いました。かわいい。これ食べれんの？違うの？あ、これは飾るやつでしょ。なんかお菓子で作ったヘンゼルとグレーテルの。ちょっとそっち側見たら、違う、ヘンゼルとグレーテルではない。かわいい。うまい。よし、どんどん行こう。うん、あそこ削ってね、温めたチーズをね、そう削って、ちょっと見に行こうか。やってるというこれ、さっき僕が湖のところでね食べたやつと同じなんですけど、見るとまた食べたくなるんですよ。いやー、すごいいい感じじゃない。盛り上がってる盛り上がってる。店と店がこう密集してるじゃないね。ね、両方見れるもんね。遠いよね、さっき来たとこがちょっとガランとしてたから、こう密集してた方がなんかこう、ね、気分が、ね、上がるね。うん、あれもある、こっちも。あ、オイスターもあるね。で、向こうにもあったよ。これね、ホットワインです。後でちょっと飲もうと思います。ここは一つ目の広場ですね。教会がね、いくつかあるんですけど、小さい方の教会の広場です。あ、なんか革製品とか、これは何？よくわかんないけど、何に使うのかわかんないけど。あ、お友達いるよ。これいいやん、買ってもらったやつ似合ってるよこれ、あんた。うん、よかったね。ここ風がないから全然寒くないね。うん、よかったよかった。なんか気になる。星肉をね。Il est pas fameux. English. Yeah, English. Yeah. Oh, yeah. Are you French? He is. He is famous. Where is he famous? Ah, famous. Yes. Oh. Can I try? Oh, thank you so much. Min chan, ちょっと食べる？もらったよ。おいしい？うん、持ってちょうだい。これ美味しかったんだ、これ買おうかな。OK。Actually, I'm living here. You living? Yeah, but we're Japanese. Japanese, okay. わかりましたね。おお、すごい。それはイノシシ。おお、イノシシだ。日本語すごいじゃん。Do you want to taste it?Ah, yes, please. Thank you. イノシシ美味しいよね。イノシシのサラミ食べたことあるけど美味しい。That was my thing, but イノシシ美味しいよね。うん、あ、いや、あ、超美味しいです。Okay, both. Thank you. Oh, じゃないね。じゃあ待ってして。待って。うん。美味しい。How do you learn Japanese? Huh?
I don't know. I really like it. It's amazing. Inoshishi でも鹿も知ってる。そうね、すごいね。電車が好きやから。じゃあと犬でワンちゃん。電車も好きだね。トラも乗ってお出かけするの好きだね。明日の。行こう。スープ屋さん、いい香りするね。あそこにもおじさんがいる。おじさんってあれね、小人のこと、ね、そうそう、小人のおじさん。これね、家にもいる、違うやつ。ここのお店すごい匂いするよ。ここシナモンとか、なんかオレンジとか。あ、まあ、すごいシナモンの匂いする。うん、あーすごい。好きじゃないのか、匂い強いね、確かに、うん、匂いが強いかもしれない。ここも有名なパティスリー、ね、日本にもある？ないない。あ、日本ないの？これ、このショコラティエについて私の動画をご覧ください。あ、そう撮ってたね、昔ね。紹介してあります。でも日本でバレンタインの時期になると羽田空港のオンラインショップとかでチョコ売ってたりとか、うんうん、ちょっと日本の関わりはある。あ、そうなんだ、うん、特別な時だけ催事で出るみたい。ミスターの店ズボン、後ろがお店です。あ、なんかホットワイン飲みたいな。あ、ホットワインあるじゃん、おいしそう。店によって味が違うの。うん、頼んだら。ごくー、座っていいのか。座っていいんだよ。お座るか。うん、なんかうちらテレビで撮影してるみたいに思われてると思う。さっきリポタージュって言ってたよ。何のリポート、リポートみたいな。何の生放送みたいな。あったまるわ。しめじくん、今からお着替えまたしまーす。たらーん。こなかいさん。こなかいボーイ。しめかいさん。暖かいや、それ。みんなに可愛い可愛いも言われたね、着替えてる時にね。パリで買いました。プレゼントね。うん、クリスマスね。自分へのですよ、実は。似合ってるで、あんた。似合ってるで。寿司っぽいとこ発見しました。フランス語ではマッターホルンを、セルバンって言います。マッターホルンは英語とかドイツ語かな。スイスの可愛いお店発見です。なんか、なんだこの生き物は。この生き物は何ですか。あ、ココシバ。あ、シバ、ウィ。ウィ。Nous sommes japonais. Oui. Vraiment japonais. Ah oui, il vient du Japon. Soba. Soba. Ah. Ça fait soba. Oui, ça fait soba. Oui, mais en fait, ça va très bien. Ouais. Et il y a beaucoup de chiens aussi. Ouais, mais justement, je me disais peut-être. Ah oui. Hello Soba. Hey Soba. Moi non, mais. Coucou Soba. Elle voulait vraiment vous habiter ici alors. Oui, on habite à Genève, oui. Ah, c'est bien, il faut rencontrer ma belle-fille, vous le dites. C'est... Oui. C'est bien de s'installer ici. Oui. Il va bientôt avoir 2 ans, non? Fin d'année. Ah. Il y a plein de chiens. On se doit au talisman. C'est marché de Noël, mais en fait, c'est marché de marché aux chiens. Ah, c'est juste. Mais c'est dit, je vais pas l'emmener, il va nous traumatiser. C'est quoi de race, votre chien? Je sais pas. Ok. C'est probablement du border collie et peut-être du teken. Ah, ah ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose quand même. On va prendre toute la place, on va se mettre. Oui, à côté, à côté. Ah, oui, attends, ça va? Attends. Si, mais mate, mate, mate. Ah, c'est chou. それでここがカルージュのこの町のメインの広場になります。
多分この広場もね何回かね紹介したことあると思うんですけど、週にね週の半分ぐらいですかね、ここにあの市場とかね、愛ちゃんがねいつもビデオにしてる骨董市が出たりとかね、あとはナイトマーケットって言ってこっちにお店出てますけど、あの夜にスタンドがババッと並んで、なんかこのカルージュのねあの憩いの場になってます。教会があって、でこの周りにあるお店も本当におしゃれな店がいっぱいあって、でこのすぐ裏にね僕のお店があります。人通りはね本当にもう一年中あるっていうか、夏もイベントやってますし、しめじくもよくここ散歩してます。よく来てるもんなこの辺な。なんかちょっとこの裏の店も気になるんですけど、あの教会の方に向かうと思います。水が入るところに子供たちが噴水の中で遊んでる。あかんやろこれ普通に。あもう行ってる。ちょっと待って、ちょっとこの服歩きにくそうやな。あでも走って走ってる。あちょっと待って、あなんかこれスケート場っぽいね。なんかあーすごい大きいクリスマスツリーがある。うわこれは結構立派かも。あーすごいすごい。それでどうした、なんで走ってんの。あーこれこれいいかも。シュポッとミニモンスター。ここにもここにもあんた顔出してわちゃわちゃしてるけど、何のこっちゃ分からへん。はい、いきなり走ってたから何すんのかと思った。これは何、サンタさんへの。ああ、これメールボックス。おお、こういうのおがくずみたいな。なんかイメージ的にスイスっていうとすごい雪降ってるってイメージあると思うんですけど、ジュネーブあんまり雪降らないんで、なんかこうクリスマスシーな感じは実際あんまなかったりします、残念ながら。あ撮ってます撮ってます。あんたの好きな電車来たで。はい、というわけで駆け足でしたけども、指名散歩クリスマスマーケットということでお送りしました。あの、ね、今年もあんまりねビデオアップできませんでしたけど、お世話になりました。ありがとうございました。皆様良いお年を、そして、来年も指名時くんをですねメインにしていきます。お楽しみよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゆうちゃんまたねーわ。バイバイ。バイバイ。バイバイわ。またねー。じゃあ良いお年よ。またねー。しめじぽい。